ティカ。こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。サワディカル先生のメイク講座でございます。はじめましての方もいらっしゃると思いますので。そうですね。自己紹介してもよろしいでしょうか。はい、お願いします。私、メイク講座を務めさせていただきます。サワディカルと申します。よろしくお願いします。昔ですね、よくこちらのチャンネルに、はい、メイクの達人としてご紹介いただき、はい、出演させていただいたんですけれども、はい、最近はですね、はい、豆立つクッキングの、はい、豆田先生にですね、はい、久しぶりにこのチャンネルに出ませんかとお誘いいただいてですね、はい、今回出演させていただきました。ありがとうございます。サワディカル先生、もうすぐハロウィーンというイベントでございます。 No ハロウィーン私どうしてもやりたいメイクがありまして、はい、ヒゲメイク、とても簡単な方法をね、サワディカル先生が知ってると豆田先生から聞いているんですけれども、さようでございます。はい、簡単に誰でも自宅にあるものでできるですね、はい、キズメイクを今回ご紹介したいと思います。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。パラスティカではですね、用意するものは非常に簡単でございます。はい、こちらスポンジ、はい、赤いアイシャドウありましたら赤いシャドウ、赤いアイシャドウをご利用ください。肌の色に近いファンデーションやコンシーラー、はい、アイプチですね、はい、赤い唇など赤系、茶色、青いアイシャドウとかですね、はい、ありましたらあざを作るのにそちら使えますので、はい、ある方ご用意くださいませ。一番大事なのはティッシュですね。ティッシュ、こちらですね、はい、要となります。要、イエス、フルメイクの要となりますので、ティッシュ必ずわかりました。じゃあ早速やっていきましょうか。はい、お願いします。よろしくお願いします。ではまずティッシュをですね、はい、1枚取ります。はい、ちぎっていただいてですね。ちぎるんですね。そうですね、はい、ちぎっていただいて、はい、ティッシュはこっちからこうやってちぎるとあと簡単ですのでそうでした、はい、ありがとうございます。こっちのね、なんか難しいんで横と難しいでした、すいません、はい、あのイタリアで育ったもんで、すいませんね。あ、すいません、あんまティッシュって使わないですね。そうですね、イタリアの全部雑巾で済ますので、はい、ちょっとしたものも雑巾で全部顔とかも雑巾に拭いちゃいますこのペラペラのやつとネジネジしたやつを使いますね。わかりました。今回は豆田さんのこっちからこっち側にキズメイクを施していきたいと思います、はい、こういう感じでやりたいなと思うんですけど、どうですか。大怪我をご希望ですね。はい、かしこまりました。傷を作りたい範囲にまずアイプチの糊を塗ってください。はい、はい、くすぐったらもうあの夜なんで口回ってないんですよ。これは縁取る形だけで大丈夫なんですかね。そうですね、はい、大丈夫ですよ先生、モザイクかけとくんで取ったところそしたらもう早速ティッシュです。はい、わ、はい、かりました。ペラペラの方をつけてきます。わかりました、はい、結構ねこのやり方 YouTube とか雑誌とかいろんなとこに転がってるんですけど、これ作ったの私ですから。あ、サワディカル先生発祥。そうでございます。ネジネジしたティッシュもつけます。わかりました。はい、このネジネジをつけることによって傷に立体感が生まれますね。これは内側に貼る、はい、そうですね、ですね、その通りでございます。ここにですね空間を空けます。こちらにあのグロい感じの傷を施していく感じですね。なるほど、はい、ここからです。はい、ファンデーションないしはコンシーラーを使いまして、はい、肌の色となじませていきます。こちら使っていきますこれはもうティッシュの色見えなくなるまでっていうことでいいんですかね。さようでございます。結構ネジネジした凹凸の部分は白く残りやすいので、はい、そこは丁寧に塗ってください、はい、こんなもんでしょうか。はい、あ、でももうちょっと怖い。怖いですよね、はい、周りはちょっとあざっぽくしていきます。ちょっと赤い感じのアイシャドウと、はい、ちょっとね紫っぽい、はい、こちらのリップを使っていきたいと思います、はい、2色の色を使い分けることによって、はい、より立体感を演出することができます。最後そしたら真ん中のここのところをもっとグロくするために血のりに頼らせていただきます。そうキュートですねパラスティカ、お待たせいたしました。サワディカル先生のキズメイク、皆様に
ご覧いただきましょう。どうぞ。こちらでございます。こちらですね、どうでしょうか。ティッシュで作ったこちらの傷、なかなか上出来ではないでしょうか。そしてですね、この血のりをふんだんに使った、もうこれはフェイスアートですね。アートです。こちらの両方にサワディカルの S を残させていただきました。そうなんだ。目頭から伝わった血のりがですね、うまいこと両鼻から鼻血が出てるようになっております。クマを施しました。こちらですね、全面に塗ることによりまして、ちょっとパンダを意識しております。ハロウィン の、 渋谷とかね、可愛らしいコスプレしてる方たくさんいますけど、はい、鼻から血垂らしてる人は一回も見たことないんですよ。だから今年流行りますよ、これ。これは流行りますね。はい、ぜひ皆さんこちらのサディカル傷メイク真似してみてください。パラスティカ、今日はサワディカル先生にハロウィンメイク、そしてこちらの傷メイクを施していただきました。はい、久しぶりの日本に来日でしたが、今回ね、またこちらのパラスティカのチャンネルに出演させていただいて本当に楽しかったです。もしね、またサワディカル先生に出演していただきたいという方は、下のコメント欄までぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。私たちの Twitter のアカウントが下の概要欄にあります。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をお願いします。以上、せーの、パラスティカでした。ごきげんよう。さよなら。